皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。そして、はい、皆さんはじめまして、Bレジェンド栄養士の板垣です。よろしくお願いします。皆さん見てください、この前に桜があって、両手に花、あら、僕はすごい幸せです昨年大人気だった桜餅のプロテインが今年も再販いたします。よっ、待ってました。どん、まあ、去年、限定3000袋で販売したんですけど、すごい大人気ですぐに完売してしまって、大半の要望をたくさんいただいていた商品になるんですけど、今年も販売になります。これだけ販売かと思ってたんですけど、やっぱそれじゃちょっと面白くないっていうことで、もう一種類、それがこちらです。ダン、なんと甘酒風味です。よっよっ春うらら甘酒風味。これ甘酒風味、これちゃん美味しいんですか。いやー、どうなんですかね、プロテイン界初じゃないですか ね、なかなかないっすよね、はい、早速今日はこの2種類を飲んでいきたいと思います。桜餅から飲んでいきましょう。はい、じゃあ開けてみましょう。はい、はい、どん、もうね、すでにもう桜、あー春ですね。どうですか、完全に桜の匂いがこの部屋を充満してます、はい、じゃあ早速ちょっと作っていきましょうか。で、こちらのクロススプーンでいつも通りすり切り1杯です。ちょっとお客様からの要望もかなり多かったですね。いや、そうですよね、これね、うん、やっぱトレーニーってあの和菓子好きなんですかね。それね、もちろん大好きでしょう。やっぱそうですよね、はい、今シェイクしました。薄いちょっとピンク色ですかね、ちょっとほんのり色づきがあるんですけど、ね、じゃあちょっと1年ぶりの力餅の桜餅風味、いただきます。いただきます。ああ、もうすごい、水で溶かしてもいい匂いするすいません、私いきなり飲んじゃいます。ああ、いいよ、飲んで飲んで、それはもう自分の待ちきれなかった。そう、待ちきれないねうまい。ああ、やっぱり美味しいですね思ったよりも清涼で、すごいびっくりしてます、うん、そうでしょ。いや、美味しいな、これやっぱりちゃんとあのあんこの、そう、甘みを感じますね。そう、あんこの感じ、こう甘じょっぱいので、そこまでなんかくどくないような、うん、そうそうそう、はい、ほのかに塩味もあるっていう、ね、これがなんかやっぱりすごくこの商品の人気な理由なのかなと思います。はい、再現度高いですね。高いですね。で、こちらのね、力餅の桜餅風味のプロテインなんですけど、このパウダーの方にね、この桜の葉っぱが入ってるんで、ものすごい桜の風味が感じれる商品にね、仕上がってると思います。じゃあ次、気になるこっちですね、はい、春うらら甘酒風味の方も飲んでいきたいと思います。はい、あ、ん、すごい、あの酒粕の匂いが、うわー、はー、あ、すごい、もう酒粕ですね。いや、ほんまにすごい実際にパウダーにも酒粕が入ってます。で、開けた瞬間にその匂いが広がります。マジですごい、通常のね、あの WPC パウダーと変わらない感じなんですけど、これは期待できるんじゃないでしょうか。そうですね。じゃあ早速ちょっと飲んでいきたいと思います、はい、はい、混ぜたらこんな感じのようです。お、色は特に普通ですね。泡立ちもやっぱ少ないですね。そうですね、いい感じです、はい、それでは春うらら甘酒風味、いただきます。いただきます。水に溶かすと匂いはあんまり、うん、ちょっとマイルドになります。うん、酒粕の感じが消えちゃいましたね。いただきます。うまい、うん、ガッキー僕の仕事がちょっと何か爪痕を残してね、帰らないと、今日帰れないの私、はい、ここで飯食ってるんやで俺あ、でも美味しい。結構、なんだろう、飲んだ後味はすっきりしていて、うん、でもなんかくどくない上品のコクがあって、ね、美味しいですね、これ。堀ちゃんはどう？いや、もう正直、うん、あの甘酒って苦手だったんですけど、うん、なんかちょっと飲むまでうんと思ってたんですけど、うん、結構全然癖がなくて、ごくごく飲めちゃいました、今。酒粕嫌いな方でも全然飲めると思います。うん、なんかこう甘酒特有のなんかツンとした感じが、なんかやっぱりホエーで牛乳なので、それがすごい緩和されてて、る感じかな、これすごいマイルドで飲みやすいですね、うん、ちょっと騙されたと思って飲んでみてほしいですね。え、うん、これちゃんどっちの方が良かった？
私ももう念願の1年間待ってたんで、はい、桜餅がやっぱり好きですね、ずっと。なるほど、はい、伊沢さんはどう、はい、私は甘酒ですね、今年は。割れた、はい、難しいな。今回はちょっとこちらの甘酒の方を僕は推したいと思いますね。で、ちょっとトレーニーの方がね、気になる栄養成分についてちょっとお二人から読み上げてもらってよろしいですか。はい、まず桜餅風味なんですけど、うん、エネルギーが1食あたり 116.9 キロカロリー、タンパク質が 21.1 グラム、脂質が 1.7 グラム、炭水化物が 4.3 グラム、食塩相当量が 0.5 グラム、ビタミン C が 42.5 ミリグラム、ビタミン B6 が 1.2 ミリグラムです。なるほど。じゃあ次、はい、春うらら甘酒風味のお願いします。はい、春うらら甘酒風味は1食あたりエネルギーが113キロカロリー、タンパク質は21グラム、脂質が 1.7 グラム、炭水化物が 4.8 グラム、食塩相当量が 0.2 グラム、ビタミン C が 42.9 ミリグラム、ビタミン B6 が 1.2 ミリグラムです。はい、ちなみに、この甘酒風味、まあ、ザケットついてるんですけども、酒粕を使用していますので、アルコール分は、1食あたりだいたい 0.1% 未満になります。なるほど。はい、ちょっとご注意していただきたいのが、この甘酒風味なんですけども、うん、酒粕を使用していますので、一応ノンアルコールのものになるんですけども、1食あたり 0.1% 未満のアルコールは入っておりますので、まあ、そこまで気にされるようではないと思うんですけども、うん、特に気になられる方ご注意ください。なるほど、はい、まあ、中にはね、ちょっとお酒が全くダメっていう方もいるかもしれないんでね、その辺だけちょっと注意して摂取していただければと思います。春限定のプロテインといたしまして、力持ちの桜餅風味が限定3000袋、春うらら甘酒風味が1500袋、両商品とも、3月18日のお昼12時より、各3200円でね、販売になります。今年も早期の完売が予想されます。ぜひね、お早めにお買い求めいただければと思います。春の訪れの喜びっていうのを感じれるフレーバーにね、仕上がってると思いますんでね、ぜひ試していただければいいんじゃないかと思います。今日のね、板垣さんの登場がね、良かったと思う方はね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。